パンチヨ・ゴンザレスはアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身の男子テニス選手。本名はリカルド・アロンソ・ゴンザレスといい愛称のパンチヨ・ゴンザレスで最もよく知られる。1948年と1949年の全米選手権で大会に連覇を達成した選手で、1949年の全仏選手権とウィンブルドン選手権で 男子ダブルスに連勝もある。その後プロテニス選手として活動し、1973年まで四半世紀の長きにわたってテニス経歴を続行した。メキシコ人の家庭に生まれ育ったゴンザレスは、テニスの歴史を通じて最も色彩豊かなキャラクターを備えた選手の一人として知られる。ゴンザレスは身長190センチメートルほどの長身から、 放たれる高速サービスを最大の武器にし、多彩な戦術を自在に駆使するテニススタイルの持ち主だった。彼は試合中に周囲の人々に激怒をぶつけることの多い選手だったが、優れたエンターテイナーの才能を備えた選手として高い人気を集め、プロテニスの興行には不可欠な存在であった。ロサンゼルスでメキシコ人の両親の間に生まれた。 リカルド・アロンソ・ゴンザレスは12歳の時に母親が買ってくれた安いテニスラケットに夢中になった。しかし彼には地元の上流階級のテニス界に受け入れられなかった時期があり、南カリフォルニアのジュニアトーナメントを無断で欠場したことさえあったという。彼の少年時代はちょうど第二次世界大戦の戦時中であり、ゴンザレスはアメリカ陸軍に所属していたが、 終戦後の1946年に18歳で軍隊を辞めてテニスに専念し始める。1948年に全米選手権で初優勝した時、ゴンザレスは全米ランキング17位の位置で大会では第8シードの選手であったが、準々決勝でフランク・パーカー、準決勝でチェコスロバキアのヤロスラフ・ドロブニーを破って勝ち進んだ。決勝戦では 南アフリカのエリックスタージェスを6から2、6から3、14から12のストレートで破り、全米初優勝を飾る。1949年、ゴンザレスは男子ダブルスでフランク・パーカーとペアを組み、全仏選手権とウィンブルドン選手権で4、大大会男子ダブルスに連勝を果たす。続く、全米選手権で、ゴンザレスは当年度のウィンブルドンに優勝者になった。 テッドシュローダーを16から18、2から6、6から1、6から2、6から4の逆転で破って2連覇を達成した。先にシュローダーが2セットを奪ったが、ゴンザレスは2セットダウンからの劇的な逆転勝利を収めた。この後、ゴンザレスはプロテニス選手に転向する。プロ選手に転向した当初の時期は、ゴンザレスはプロテニス界の 皇帝と呼ばれたジャック・クレーマーに歯が立たなかった。しかしクレーマーが1954年に引退した後、ゴンザレスはプロテニスツアーの興行を盛り上げる存在になる。彼の名前がプログラムになることは当時の観客動員に不可欠な要素となった。当時のプロ選手たちには別のトーナメント群があり、全米プロテニス選手権、ウェンブリーワールドプロテニス選手権、 全仏プロテニス選手権が彼らの主要な戦いの場であった。ゴンザレスは全米プロテニス選手権で男子シングルス8勝、男子ダブルス5勝の大会最多優勝記録を残し、ウェンブリーワールドプロでも4度の優勝があるが、全仏プロテニス選手権は3度の準優勝で止まった。彼の最大の親友はエクアドルのフランシスコオレガリオセグラで、セグラもゴンザレスと同じ。 パンチオのニックネームをつけられて、パンチオ、セグラと呼ばれるようになった。ゴンザレスは、プロテニスツアーで、先輩選手のドンバッジや、オーストラリアの実力者になったフランク・セッチマン、ケンローズ・ウォール、ルー・ホード、ロッド・レーバーらと戦ったが、1964年の、全米プロテニス選手権では、決勝でレーバーに敗れ、9度目の優勝を逃している。しかし、 ゴンザレスのキャリアはここで終わらなかった。1968年、テニス4大大会にプロ選手の出場を解禁するオープン化措置が実施される。オープン化制度の下で最初に開かれた大会は、1968年、全仏オープンであった。ゴンザレスにとっては1949年、全米選手権の優勝から19年間の歳月が流れていたが、 彼はこの全仏オープンに出場を決め、ロッドレーバーとの準決勝に勝ち進んだ。19年前の1949年、全仏選手権でもベスト4の成績であり、40歳を迎えても、ゴンザレスの実力は衰えていなかった。ウィンブルドンでは3回戦で、アレックス・メトレベリに敗れたが、全米オープンという名称になった大会では、準々決勝まで進み、 19年前の優勝者は地元ファンの前で健在ぶりをアピールした。19年ぶりの準々決勝の舞台でゴンザレスはオランダのトム・オッカーに16から14、3から6、8から10、3から6の激戦で敗れた。翌1969年のウィンブルドン1回戦でゴンザレスはチャーリー・パサレルと歴史的なマラソンマッチを繰り広げた。 パサレルは2年前の1967年、ウィンブルドンの1回戦で、大会前年優勝者のマニュエル・サンタナをオープニングマッチで破り、同選手権で史上初の番狂わせを演じた人である。ゴンザレスはそのパサレルに22から24、1から6、16から14、6から3、11から9で勝ち、総計112ゲームを要した試合時間。 5時間12分の長丁場を制したが、この大会では4回戦で敗退した。1972年にゴンザレスは43歳9ヶ月で、プロテニスツアーの最年長優勝記録を樹立し、1973年までテニス界の第一戦で活躍した。まだ現役選手であった1968年に国際テニス伝道入りを果たしている。パンチーゴンザレスは、 生涯に6度結婚したが、最後の妻は、アンドレ・アガシの姉・リタであった。そのため、最晩年のゴンザレスは、アガシとギリの兄弟関係のつながりを持っていた。1995年7月3日、ゴンザレスは、前立腺癌のためラスベガスで67歳の、生涯を閉じたが、ギリの弟になったアガシが彼の葬儀の世話をした。ありがとうございます。